皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲーム紹介していきます。最近面白いゲームが多くて、いつの間にか前回の投稿から4ヶ月ぐらい経ってしまいました。個人的におすすめなゲームをまた少しずつ紹介していければと思います。ほいでは今回は2020年4月に発売されました。クラウドパンクです。日本語化も最初からしっかりしていて、語訳などもあまり感じないのでジョークなどの掛け合いもクスッと笑えることでしょう。制作会社はアイオン・ランズ、正しい読み方ご存知であればコメントにて教えていただけると助かります。見てみると Steam では多くのゲームを出しているわけではないので、新しい会社なのでしょうか。お値段は2200円とお手頃価格。DLC は今のところサウンドトラックのみ。レビューは非常に好評となっています。面白いコメントもあったのでここでレビューを少し見てみましょう。コメントを読んでいくとサイバーパンクの世界観が好きというのが多く、私もそうなんですが、非常に好みな世界観でした。内容はないよっていうコメントもちらほらあるんですが、この後のプレイ動画を見ていただければある程度はわかるかもしれません。概ね高評価が多く SF や Android、AI など近未来的な世界観が好きな方は漏れなく好きだと思います。とまあレビューはこの辺にして、どんな感じのゲームなのか少し見ていきましょう。ストーリーが肝なゲームなので、ネタバレにならないように紹介しますね。まず主人公はクラウドパンクっていう会社で働いている、配達人です。はじめは手紙や、プレゼント的な普通のものを配達するんですが、このご時世なのかわかりませんが、危ない香りがするものまで運ぶようになってきます。ただの配達人なので中身はわからないが、時計のカチカチ音がするとかとあるウイルスだったりとか犯罪の香りがするものまで。それでも仕事なので配達するんですが、クライアントとのいざこざに巻き込まれたり人たちを助けたりと、いろいろなヒューマンドラマを見られる作品ですね。逆に言うとただそれだけです。銃を持って敵を攻撃したりとか、アクションがあったりするわけではありません。空飛ぶ車を運転し、クライアントまで荷物を運ぶ。ただそれだけです。車に乗って話を聞いて、配達して話を聞いて、それだけです。で、なぜ面白いのかというと、サイバーパンクという世界を体感できるということだと思います。アンドロイドや AI とのやりとり、キャラの個性がサイバーパンクってる感じ。頭イカレ野郎もいるし、パスファインダーみたいなのもおるしでカオスです。今はなしてるワンちゃんは、この、ホーバー、空飛ぶ車のこと、のシステム AI です。何が言いたいかというと、ぶっ飛んでます。ぶっ飛んでるからサイバーパンクなのか、は置いておいて、世界観とマッチしたヒューマンドラマだと思いました。一人称視点の他に三人称視点もあります。ただおすすめは一人称視点でプレイですね。どっぷり世界観に浸れますよ。この辺はなんか F0 でもしてる気分ですな。この車結構操作性悪く、運転が難しいです。ぶつかりまくりである程度損傷するとなおせっていうクエストが出てきます。このメカニックさんが直してくれます。街のあちこちにありますので損傷したらメカニックさんにお願いして直してもらいましょう。その他にも頬張にブーストや、コーナリング良くするカスタマイズパーツ売ってたりしますので買ってみましょうね。まあレースとかするわけじゃないのでなくても問題なしですが、BGM もすごく良いと思います。ダークさがある感じの BGM で雰囲気あります。街の雰囲気、キャラの個性、BGM、そしてストーリー、それらがうまい具合に合わさっていい評価につながってると思います。このままストーリーを追った動画にしてしまうと、ネタバレなどになりますから雰囲気がわかるところを抽出しますね。このゲームはレゴブロックのようなもので作られていて、街並みや人、車などマインクラフトのようなゴツゴツした感じになりますね。ゲーセンとかあったり、日本語でカラオケって書いてある施設もありますよ。中には入れないけど、街並みを散歩して探索するのもまた楽しいゲームとなっております。まあすぐ飽きるけど、ここは雲の上なんですかね。だけど雨が降っている。この辺の世界観の説明はあんまりないんですが、雲の上にいるのに雨。もしかするともはや地球ではないのか、はたまた発展しすぎて新しい雲ができた。見上げると何かが召喚されそうなまがまがしい雲なんですよね。そんな雨に打たれて大丈夫、と思うんですが、何やらほとんどがアンドロイドっぽいんですよ。人間はちらほら、皮が剥げたアンドロイドに、新しい皮を届けるクエストがありました。もしかすると、この雨のせいなのかなって思ってみたり、
お腹が空いたご飯を食べようっていうクエストがありまして、食事ができます。この会社日本が好きなのかな、売っている食物は寿司とか味噌ラーメンとかなんですよね。味噌ラーメンと、ラムココナッツラーメンと、優しいイーガンラーメン。味噌ラーメン19ドルだから2000円以上しますね。この世界の物価は高そうですね。今でも海外のラーメンは高いと聞いたからこんなもんではないかしら。まあラーメンの話はとにかく、これからクエスト開始です。この後はぜひ自分の手でやってみてくださいね。ぶっ飛んでるクエスト一つだけ見てみましょうか。街のあちこちにアイテムが落ちているんですが、売ってお金にするものやクエストに関係するものだったり。少し前に街のゴミ収集所みたいなところで、手が落ちていたので拾ったんですよ。で誰のか知らんか、って聞いてるんです。人間の手を拾って、持ち主見つけて返すってシュールすぎませんか。普通はただごとではない感じで、警察に通報してって感じじゃないですか。この世界ではゴミ箱に人間の手が落ちてるのは日常茶飯事なんでしょうかね。Some mothers like to keep their old flesh. Here it is. Well, damn! This is the way to go! 今の話を聞くに体を改造したりすることはよくあることで、いらなくなった生身の腕や足は捨ててしまうんでしょうかね。それならゴミ収集所に手があっても不思議ではない。ぶっ飛んだ世界ですね。自分の手触りたくねえとか、まあ腐ってそうだしな。ってことで指輪だけ外して返すことにしました。主人公もは、手だ持って帰るかとかちょっとやばくないすかね。主人公のことは進めていったりとかゲームを始めるとどこ出身で、どんな性格でってのが分かってきます。それはぜひ自分の目で見てやってください。ということで100ドルいただいてクエスト完了です。こんな感じで日常的にはありえなさそうで、でもこの世界観だったらありえそうな物語がいっぱいあります。ぜひ気になった方はプレイしてみてくださいね。ハマること間違いなしですぞ。ということでクラウドパンクの紹介は、この辺で終わりたいと思います。まだまだ面白い作品あります。少しずつ紹介していきますので今後ともよろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。Thanks.